今日もゆっくりスワローズ。はい、始まりましたスワローズテレビ第26回、ヤクルト信者のマゼです。2回目の登場の後輩 S です。どうですかマゼさん、話しやすいですか？新しい体制になって2回目なんですけど、いや、もっとどんどんねこれに馴染んでいきたい、はいはいはい、というわけで今日何をするかというと、ヤクルト選手の知ってほしい3つのポイント、イエーイ。2回目はですね、はい、ツアーのですね、はい、青木宣親選手、はい、はい、じゃあ青木選手の知ってもらいたい3つのポイント、はい、行ってみましょう。それではポイント 1、 日米通算2500本安打達成、5月26日のファイターズ戦で達成ということで、はい、この記録は青木選手で4人目誰がいるんですか？他の3人、はい、松井秀喜さん、松井和夫さん、和夫さん、はい、一郎さん、一郎さんですか、はい、じゃあその3人に肩を並べたということですね。そうなんです、はい、じゃあすごい記録ですね、はい、この3人は引退されました。はい、今現役では青木さんが最多っていうことになります、ね、じゃあ現役選手の中で一番選手ということですね、はい、これはすごい選手ですね。はい、ポイント2は安打成績、はい、日本では通算打率3割、はい、首位打者を3回獲得、めちゃめちゃヒットを打つことから安打成績と呼ばれています。マジさん、ちょっと気になったことがあるんですけど、はい、青木さんを紹介するってなった時に、はい、調べたんですけど、青木選手、毎年打撃フォームをライダーチェンジしているっていうことなんですけど、毎年そうやってフォームを変えたりするんですか？確かに、はい、フォームは毎年のように変わってますけど、でも僕の印象は毎年というよりも毎打席です。毎打席ですか？さっきの打席ちょっと惜しい当たりだったなとかだったら、次の打席はなんかまたちょっと微妙に違うっていう。なるほど、そうやって調整しながら毎打席毎打席打ってるんですね。そうですね、はい、それがやっぱ3回の首位打者につながってる。なるほど、はい、はい、ポイント3は声かけがすごい。声かけがすごいっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、声かけっていうのも練習中とか試合の最中でもいろいろかけるポイントあるんですけど、青木選手っていうのはもともとは自分のそのプレーで見せるっていう感じの人だったんですけど、アジアから帰ってきた時からベンチからも打席の選手に対して声をかけてたり、でベンチでも若手の選手に積極的にコミュニケーションを取ったり、選手を安心させる、そういった姿勢になったような気がするんですよね。でそれを若い選手が真似するようになって、より選手が盛り上がってきたいと思います。なるほど、はい、というわけで青木選手の知ってもらいたい3つのポイントを紹介していただきましたけども、記録を達成したということと、はい、あとは打撃がすごいと、うん、チームの精神的支えにもなっているということで、はい、そうでしたね、はい、素晴らしい選手ですね、はい、でも青木選手ってずっとプレーされてますよね。そうですね、はい、もう大卒でプロ入りしてメジャーも5球団以上が当たり歩いたんで、相当長いキャリアですね。年齢はいくつですか？もなく40歳を迎えられる。40歳になられるんですね、はい、それでも今シーズンも青木選手のプレーが楽しみです。はい、楽しみですね、はい、はい、スワローズテレビではヤクルトスワローズに関する様々な動画をこれからもどんどん上げていきたいと思います。この動画が少しでも面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。バイバイ。